スタート。あ、スタート。皆さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、はっちゃんず特別編です。特別編。今日は、2つあります。はい、1つは、明日じゃない、今日。今日。今日の5時、初芝たかしさんの、はい、今宵の、はい、音楽室の方でしたっけ？違いましたっけ？そうかな。ん？今宵の音楽室じゃないね。違うじゃん。希望の歌です。あ、そっちです。昨日の飯なんで、昨日の歌ですね。昨日の、あ、希望の歌、ボリューム16。うん。が、5時からね、うん、あります。あ、こんにちは。王子さん。あ、こんにちは。ご無沙汰でーす。ご無沙汰です。やばいんですよ。ご紹介が一つと、今日はスペシャルゲストを。そうです、はい。スペシャルゲストはちょっとね、まさかありますか、はい、はい。はい。スペシャルゲストの桜田さくらさんです。桜田です。こんにちは。はじめましての人と、お久しぶりの人。おそらくあれですよね。はっちゃんず。初の出演。あ、嬉しいですね。初のゲスト。ゲストです。嬉しいですね。今日はあれですよね。遠路はるばる、北海道の、苫小牧の方から、はっちゃんずに会いに来ていただきました。本当にそうなんですかね。そうなんです。そうなんですか、はい。というのもそうなんですけど、女子会でーす。そうです。今日は女子会でね。見えますか してますね、あ、花火上げてくれた。ここにはもうないんですけどね、今日はあの女子会ということで、みっちゃんの落とした水出しコーヒー、それとあとコーヒー屋さんでね、あ、はい、持ってきてくれた。そう、これも少し食べちゃったもんね。ちょっとあれですけれども、コーヒーに合うあのお菓子とクッキーの、はい、それから、これもね、あのこれはキーさんからですか。そうですね、これなんか木の戸屋の何ケーキってかな、ちょっとわかんないんだけど、ぼっこ状のやつでそれを切ったもの。せっかく女子会なんでね。久しぶりの女子会。女子会ですね。本当に久しぶりですね。本当に久しぶり。去年の12月は多分さっくらいなかった。いなかったっけ、去年のライブの時。12月の時、いたよね。本人来た時ですね。うん、まあ、いました。その時女子会なんてやった？あ、その時は女子会はやってないけど、うん、やってないね。その時は、外でみんなでマスクして写真撮って、うん、で、そうだ、またね、行くかどうかわかんないけど、うん、そうそうそう、どっかでワンショット撮ったんだよね。で、公開、ね、公開ね、できずに。あ、そっかそっか。あ、そうだ、公開できないかったんだよね。やっぱり、できずにね。あの、そういうタイミングだったし、なかなかね、それでもやっぱりみんなマスクしてるなって気もね。してた。まあ、当たり前になっちゃったね、マスクするのが。うん。どうなんだろう、前より、良くなったんですかね、これ。どうなんですかね。慣れちゃったんでしょ、みんな。慣れて、まあ、マスクすることが当たり前になって、まあ、手洗い消毒なんかも当たり前になって、なんだろう、まあ、かからない人は相変わらずね、そういうのはかからないで、ずっと時間が、ね、過ぎて、まあ、このような時期でもね、健康な人もいれば、ね、いろいろね、学校とかああいうね、人混みの中にね、行かれてる方って大変ですよね、東京の 人とかもね。大学に入学したって2年前に、短大なんですって。うん、学校にほぼ行くことなくて、うん、今就職活動だって。いやいやいや、昔ね、青春キャンパスってね、なんかあったよね。ラジオだったっけ。あったね、あったね。青春キャンパスか、ね、聞いたことありますね。学校ったらやっぱりキャンパスだよね。私たち3人キャンパスにいたら、うん、キャピキャピしてたんだろうね。いや、今でもしてるからね。キャピキャピやった。キャピキャピね。今日特にキャピキャピしてますね。そうそうそう、今日甘いものあるし、あるし、ね、うん、コーヒーもあるしね、引き立つしね。おじさん、何トリオって聞いてますよね。何トリオ？変態じゃないですか。変態じゃない、まあ、間違いないです。まあ一応ね、うちらはね、集まれば女子会って言ってね。そう、まあ唯一ここにもう一人加わるとしたら高津さんかな。高津さん見てますか？見てますか。いや、多分見てないと思うんだけど。でもね、今
この女子会のこの放送、うん、放送っていうの配信の前は、うん、結構男臭い話だったんですよ。そう、何の水着買ったとか。そうですね。うん、今日これから5時からですね。はい、5時からですね。橋場さんの、希望の歌ボリューム16がありますよね。大体ね3人集まるってまずないからね。ないね。うん、俺もね前一回ねさくらさんとねそうだ苫小牧に。ああ。そうですね。うちのやつがねライブがあるっつって苫小牧行った時に一人ぼっちだったの。ああなんかあったね。うんそうそうして自分で砂浜行ってさ あったね。そうキャーとか言ったりね初島たかしとかキャーとかさ女子やってたんだ、ね、そう女子やってたんだけどその時にもしかしたらいるんじゃないかと思って連絡したら喫茶店で待ち合わせになって。そうそうそう、ね、まあラブラブそうそうそうあの時もね来てくれたんすよ。甘いのね。そうそうそう甘いパフェね。そうだなんか写真かなんかで見せてもらってた。そう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 。だからね、それ以来だよね。あの時はね、みっちゃんいない水いらずのね、2人のデートだった。ああ。なんやそれって。今日もですね、うん、まあ会いたかったのももちろんそうなんですけど、まあ実は午前中ちゃんと不要不急ではなくて仕事でこちらの方に、ちゃんとした格好でおりまして、ちゃんとした格好で。で帰りにみっちゃん会いたいよって言って、一目でもいいから会いたいよっていうのでねちょっと実現したら、なんと P さんがね駆けつけてくれたという。来ますよそりゃ。嬉しいです本当に、住めばいいじゃないのよここに。ここに、うん、住んじゃう住んじゃいますか住んじゃう3人で毎日配信になっちゃうんだよねしたら。やだね。やだね。そうだね。私が先にシャワー浴びるわよみたいな、ね、やめなさいって言うんですよ、ねねうん、一緒ご一緒にねシャワー浴びるのまだ先の話。いやいやいやまだ先ってあるんかいって、ね、そんな日が早く来るといいですね。時代村あれですね。初島さん似合いそうですね。そうですよね。いやあのねいやほら剣道されてたからあ多分袴姿似合うと思うんですよ。多分まずこういう風にこうしてう想像つくね。でもね、うん絶対似合うと思います。ね、新選組的なね、ああいう格好絶対似合うと思いますね。ぜひ来てください。いや、本当にね、それがもうなんつうんだろう、そういうツアーあったら多分ね、行きますっていう人結構いると思うんだよ、ね、ライブの時だ。あ、ナオミ、中山ナオミさんも。あら、あら、ナオミさん。こんにちは。はっちゃんずでーすプラスさくらでーす。フューチャリング。フューチャリング。ここに橋場さん来てくれたらね、いつもの、なんつうんだろう、うん、北海道ほっこりツアーだね。ほっこりツアーになるんだけど、あ、北高津さん今和也さんでお蕎麦中。そうなんだ。高津さん久しぶりです。高津さん元気かい、うん、ワッフルみたいな、うん、なんだっけね、オムレットみたいなやつ。そうそうそう、オムレットオムレットみたいなね、クリーム入ったこんなね、ベリーいっぱい乗っかってクリームあってね、うん、上に、なんだろう、まあ、ベリー系のやつ、ね、うん、まあ、本当にねみんなでねカメラをねそう向けてカメラでね、まずね、さあ後でインスタグラムやってねえからそういうのにねあげる人もいるんじゃないかと思うんだけど、うん、本当に楽しいねやっぱね。これね、いや気心知れてると嬉しいよね、うん、本当そういうのってね、うん、あとはもう本当ね橋場さん、まあ、橋場さんのおかげですよね。いやそうです ね、うん、いやさっきもね、うん、P さん来る前に、P さんが後で来てんですよ、皆さん、うん、でその間、僕とさくら2人でね、ちょっといろいろ話したんですけど、うん、やっぱ橋場さんがいなかったらこれないし、うん、でも僕らもやっぱりそこに向かって、まあ、出てったとか、うん、行ったことによって、うん、こういういい関係ね、うんうん、出会えたねって話をしてたの。ああ、そうなんだ。いや、確かにそうだよね。あの、家でただこうやってしてても何も起きなかったから、うん、やっぱりなんかちょっと行動を起こしたと先になんかこう縁につながるものがあって、まあ、そこからなんかこうね知り合い感が強くなったっていうかこう共有感があるっていうかね。早く橋本さん来てくださいよ。あ、見てないと思うけどでも、ね、本人が一番来たがってるでしょうからね、うん、本当のね願いとしてね。そのね、うん、変わってなかったね、うん、こんな感じだったんだけどね。ゴルゴ、ゴルゴだ。そう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 。後ろに立ったらダメだからね。ねえ、ほんとね。今ま
までだったら年間に何回か来てたもんね、うん、札幌。夏とね、冬は。そうだよね。大体ね、7月ぐらいにはね。まあ、春先に春旅っていうのがあって、ああ、 そうですね、うん、それがちょっとね、北海道の場合は後ろになって、うん、ゴールデンウィークのちょっと後とかね、ゴールデンウィークのちょっと前とかに橋本さん来ることまで1回目あって、うん、あ、そうですね、して、まあ、冬にも1回っていうのはあったんだけど、うん、まあ、最近はね、そのね、シティジャズっていう北海道のね、あの音楽の祭りがあって、それにあの、それは大体夏、うん、まあ、真夏というかね、なんつったらいいんだろう、ちょっと7月ぐらいなのかな、うん、あと他のことでね、なんかあの、まあ、バスケットのこととかあった時も来られたりね、うんうんうん、回数がちょっと増えて、まあ、そういう意味ではね、北海道って、まあ、見どころもたくさんあるしね、季節的に ね、そうだね、うん、富良野も行きたいしね、そう、富良野も良かったね。富良野はね、何なんだろう、あそこはもう行くだけでテンション上がるし、あそこでライブあるなんつったらね、もうね、うん、なんかね、なんかでも回ってたよね、そういうの。さすが、情報おじさん。2019年7月、釧路、富良野、はあ、レバンガとかね、うん、まあ、回ったね、でもね、ミッチはもうビッチ氏だったから、うんうん、あ、そのつもりだったからね、うん、遊び半分だったから申し訳ないけども、結構だから配信してくれましたね、あの時ね、車の中で撮ったりね、そう、あのね、車の中で撮ってくれたあの配信がね、なんだろう、みんな楽しみだった。あれインスタだったっけ、なんだった、どっちだったっけ、インスタだったかもしれない、インスタだったっけな、なんかの動画配信じゃないけど、そのリアルなその旅行中のね、その配信とかがあって、その時富良野のやつも撮ったよね、前の日のね、やったね、前の日ちょっとお酒ちょっと、そう、富良野のアジトさんのとこに行って、うんうん、ご挨拶して、明日よろしくですって言ったのが、もう遅かったの、夜、うん、9時近かったかな、うん、で、一度食事しようよって言って、食事して、うん、じゃあ飲んじゃおうかって飲んでて、うん、で、余裕になってきた時に橋場さんと配信しちゃうってあの時もうすでに何度もやってたから、うん、そうだね、やっちゃうかって言って、うん、それこそ通知も何もなしで、パーンとやったはずなのよ、うん、だからやっぱりみんなアンテナ高いからみんな見てくれて、そうそうそう、あれ良かったよね、あれのいいんでしょう、もうね、そういうのでみんなね、来るんじゃないかってちょっと楽しみにしてたのがあって、うん、でも配信、この期間配信しますよって言って、うん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 、みんなその通知が来た時にパッとリアルに見れたとかね、希望の歌ボリューム16、橋場隆さん、5時から、配信しますので、皆さん楽しみにしててください。それでは今回は道下さん、みっちゃん、ね、ピーさん、それからさくら、スペシャルゲスト、さくらです。行いました。アーカイブも残しとくんで。あ、アーカイブの、アーカイブ。アーカイブ？アーカイブ。アーカイブ？アーカイブ？アーカイブ？赤い株？赤い株？赤い株？赤い帽子の？赤い赤株？ニングルさん。ニングルさん。もう何でもいいんでしょ、それ。ん？あー、嬉しいですね。ありがとうございます。今度ね、本当ね、またね、あっちゃんズの中にね、ウィズさくらってなってね、歌でも楽器でも一緒に加わってくれたら嬉しいけど、なかなかね、タイミングが悪いけど、いや、もう記念すべき第1回読んでいただきありがとうございました、本当にとんでもございません、時間もね、あ、それでは皆さん、また来週、来週だろ、またねー